はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、これです。これ、とんかつ弁当、豪華にとんかつ弁当ですよ。いい、とんかつ弁当ですよ。いい、いただきます。美味しいね。すごい。今まで食べた冷めたお弁当の中で一番美味しいかもしれない。美味しい。とんかつは美味しいですよ。とんかつはご飯が美味しいね。いや、本当美味しい。やっぱりお弁当は冷めて美味しいっていうのがね。あ、すごい、こん漬物豆が入ってる。美味しい。初めて食べた漬物に豆が入ってるの。美味しいね。お弁当の中身見えないでしょ。ごめんなさい。ちゃんと一個ずつ見せるからね。これはこんにゃくだろうね。味がよく染み込んでいて、でね、この弁当のすごかったところは、持ってちゃったけど、ソースがすごいの、このボトルに大きくたくさん入ってて、それびっくりしたね。普通さ、普通って言ったらおかしいけど、キャベツもいいね、これね。キャベツも、あー、俺やっぱりそうだ、やっぱりそうだ。ほら、こういうのが入ってる、透明の、なんだこれ、ほら、初めてばっかだな、今日のこの弁当は。なんだろうこれ、透明の海藻みたいのが入ってる。何これ、ほんと、なんていうんですかこれ、透明の。なんていう名前なんだ、ゼラチンのような、ゼラチンじゃない、海藻のような。今日のこのご飯もですけど、明日の朝ごはん楽しみなの。明日の朝ごはん、明日の朝ごはんはカレーでした。カレー、あといろんな美味しそうなのたくさんあったんだけど、カレーが一番印象的だった。明日は朝からカレーですよ。今カツ口に入れてたからカツカレーってなっちゃった。
かね、ひじきも大好きだね。ひじきご飯とかあるじゃない。でも確かひじきを使った料理したことないかも。あ、あるわ。ご飯に混ぜてやったわ。一回やったね。あれ？動画にしてないかもしれない。美味しかったです。ごちそうさまでした。